At just 23 years old, Nozomi Okuhara is one of the most successful active players in the Japanese squad. Okuhara has tasted victory at the year-end finals for the world's top eight players, the prestigious All England Open, the World Championships, and most recently helped Japan end its 37-year Yuba Cup drought. The 37-year wait is over. Japan win here today. In the first of her two-part interview, she speaks about the joy of playing badminton.始めたのは父が高校の教師をしていて、バドミントン部の顧問をしていたので、土日とか休日に子守として体育館に連れてかれて、体育館の端っこでシャトルとラケットで一人で遊んでいたっていうところが始まりです。初めて全国のタイトルを取ったのが中学校2年生の時で、そこからなんとなくぼんやりオリンピックっていう大会を意識し始めて、高校生の時にシニアも含めた全日本のタイトルを取った時に、本当にオリンピックっていうのは現実的に見えてきたなって、そこからですね、もうプロになるのは当たり前じゃないですけど、プロっていうかそのオリンピックだったり世界の舞台で戦うっていうところに自然と標準が合ってきた感じですね。その時は楽しかったですね。何もかもが新しくて新鮮で、こんな世界があるんだっていう発見だったり、いろんな刺激をもらってがむしゃらに突き進んでいたっていう感じでしたね。でも今もいろんな怪我を今までしてきて、そのたんびにいろいろリセットされて、バドミントンが改めて楽しいんだなとか、海外の試合に出るっていう幸せを感じながらとか、いろいろリセットがあっての今なので、今は今でそういろんな刺激をもらいながらバドミントンができていますけど、でもやっぱり17歳と今では自分の今のポジ立ち位置から自分が目指す場所までの計算っていうかプランニングがやっぱ今の方がはっきり見えてますね。あの時はもうただただ頑張るだけだったけど、今ははっきり明確な目標があって、どうすればそこにたどり着くのかっていう逆算ができていると思います。まずはいろんな国に行けるっていうのはすごく楽しいことですし、雰囲気とかもアジアとヨーロッパだったり、その国によって全然違いますし、食文化にも触れるので楽しいですけど、やはりなかなかスケジュールがハードなので、日本にいたいなって思いますね。やっぱ日本が一番だなって思ってるので、日本に帰って日本で美味しいものを食べたいなって思ったりする時はよくあります。